司馬将は樹春で反司馬氏の軍を起こした諸葛丹を処断。同時に再三司馬将らを苦しめた文金を討ち取る。一方で文王は司馬将により許され再び魏へ戻ることとなった。またこの戦の裏で魏帝僧帽が諸葛丹に下した密勅が発覚する。司馬氏がその聡明さを評価して魏帝の座に据えた僧帽。しかし彼はその聡明さゆえいずれ己も司馬氏に敗されると予見、先手を打つべく諸葛丹を利用したのであった。再び魏を割って争うことを望まない司馬将はこれを胸に収める。だが彼のその思いも虚しく、3年後僧帽は洛陽で武力放棄した。もはや引き返せないのか、これが自らに課せられた天命なのか。逆進のそしりを受けながら司馬将、大元気、松懐が洛陽を駆ける。司馬史上ってんだ。ま、適当にやるわ。司馬氏の戦をもはや捨ておけぬ。故に今、朕自らが立ち、かの者らを中罰する。魏の烈士たちよ、朕と共に戦ってくれ。帝が動いた。始まるぞ。カジュ、これもお前が描いたことか。いや、答えなくていい。帝の駒である諸葛丹を撃った。もう後戻りはできないだろう。帝と戦う、不敬だ、悪逆だと思うな。すぐにここから離れてくれ。帝と言っても愚か者の一人に過ぎない。そんな輩に垂れる頭はありません。もちろん悪とも思えません。言ったはず。私はこれ以上は約束を思い出すことね。ああ、分かったよ。じゃあ始めるとするか。帝と戦う覚悟があるやつだと来てくれ。私は師匠だ。そう約束したから。愚か者は撃たれる宿命。それは帝殿も同じことですよ。帝を撃つ、誰にも撃つ一つだけなのか。受け取ってくれよな。魏の皇帝であるぞ。司馬将、この国を滑るのは誰だ。これ一つか。そなたか。真君、ほらやった。答えよ。答えはもう出ている。ほらよっ。役者ども、待っていろ。後でまとめて処断してやる。敵将、討ち取ったぜ。師匠、手はずは整えた。正門から入る。お前はまっすぐ総合を目指せ。
お任せください。陛下のために死ねたんだ。悔いはない。カジュウ殿、この兵をお使いください。受け取ってくれよな。負けを認めてくれませんか。戦場さえしてくれるか。神は義の皇帝なるぞ。躍進の貴様らなど屈せようか。まだ神は屈するわけにはいかねえ。これで消えてくれよな。まったく手間取らせてくれる。これだから時勢の読めない奴は困るんだ。まだ戦意が落ちないなんて執念なのかしら。カジュウ殿、集めておいた兵を連れてきましたぞ。分かっている。お前たちになすべきことをなぜ。カジュウ殿、承知しております。話し合いもできないんでしょう。最後にもう一度だけ禅譲していただけませんか、陛下。黙れ。命惜しさに敬意を譲るなど朕は絶対にせん。師匠、ここは俺に任せろ。そんな顔をするな。この手のことはお前より得意だ。陛下、あなたは。なんだ、やる気になったのか。これがお前の望む俺だろう。ああ、だが手を汚すのは俺の役目だ。
城内のすべてを掌握し、混乱を最小限にとどめよ。その後、新帝を擁立する。御意。